これ乗せていただけるみたい。いや何、いや俺見たことないよ。びっくりする、びっくりするよ。最新のやつだし。え、あんま見たことないの。テレビ見たことないよ。2020年2年はこれや。決まり、名前なんちゅうの。ピロピロすぎ。どちらの。ピエスタ、ピエスタ、ピエスタ、ミレスタ、ピエスタ、ミッキーです。フィエスタ、コビーのミラージュフィエスタ。もうだから日本でないんですよね、ここしか。入ったばっかり。まずアメリカから来たばっかり。アメリカから来たばっかりのフィエスタ。で、奥の方が火事がある店長さんなので、まずどちらが。どこに火事があるんですか。それ火事なんですか。え、いやそれも、あ、後ろ、はい、いやこんなもんあれだよ。ワゴン車やったらそれもう座席シート倒すだけのやつだよ。それで、これが火事取るんすか。じゃうちのリーダーお前やから、お前でいい。俺サブリーダー。俺サブリーダーシステムや。なんでそのゆずさんみたいなシステムみたいな。お前リーダーっていう感覚意識ないんか。いや、まあ、でも、俺文鎮賞のセスナ。セスナ乗っけてもらった時に、ああいうのしてはったわ。だから俺、できそう。マジで、うん、右利きやけど、お前左利きやけど。左利き。いける左につけることね。めんどくせえな。やれよ、もう右で。いや、いいですよ、別に。いいですよ。ほら。すぐ敵はんねん、これ。左利き用もあんねんって。ほら、左利き用の、オプションで違うのつけてはってんから、お前。ドリンクホルダー。バズらわすなって、お前。あ、じゃあもうこれ全然いきます。バズらわすな。すいません。じゃあ、はい、うちのね、大体こういう舵取りは村木さん任してるの。気持ちいい。失礼します。これで剥き出しで乗ってるっていうのは、え、サンダル、サンダルは脱いで話すのが気持ちいいので、サンダル脱いで、脱いでいいです。後ろに置きましょう、座席の下に。あ、気持ちいい。あ、めっ、あ、すげえゴムですね。ここ下に、ここもサンダルみたいなもんじゃないですか。そうですね、ほんまや。大一緒や。でっかいサンダルみたいなもんじゃないですか。これや、自力で。はい、こぐんすかこれで。もうその前後運動をするとそのままもう進みます。自分たちでこいでいくと。そうです。足をこげ動かせば乗り物で、一応ペンギンがだから2ついるようなもの。どんな動きしてるかっていうのを一応簡単に説明しますね。ありがとうございます。なんじゃこれ、めっちゃおもろいやん。足を出すとこう、下がこういう。ああ、なるほど、ほんまにペンギンや。動きをしてくれてる。ここが水がかかるとこうよれるので、はい、羽のようにペンギンの本当、はい、手のような状態で動くような感じで進みます。そしたら1回です、足の長さ調節したいので、はい、足を膝1回ちょっと伸ばし気味にしてみましょう。片方だと膝がなんか伸びすぎちゃうとちょっと、うん、このマークと同じ帽子で出るんすね。いや、ええー、な、それ。このブランドと同じ。そうですね、これ、ホビーっていうアメリカのブランドで。これも日本ないっしょ、だからもう最先端っていうか。そうそう、アメリカの。はい。どれも入りますやん。かぶりますか。いいんすか。最新や、最新。いいの、こんな最新の。あ、似合ってます。おー、いいやん。いいんすか。バスプロ顔してんな。いや、ほんとそんな感じ。バスプロの顔。フィッシング。サンテレビ顔。バスプロサンテレビ顔。関西の人か分かれへん。このまま足動かして、ぐるーっとまっすぐ、まずまっすぐ、ハンドルをまっすぐにして、ちょっとこいでみましょうか。どれぐらいのスピードでいったんですか。もうこれぐらいです。もう優しくていいです。おぉ。うわー、すげえ。ほんで、感じがする。もうちょっと行ったら左側にレバーをぐーっと回して、ゆっくりこっち側に戻っていきましょうか。あ、俺大丈夫だよ、レバー。チッ。仲良さそう。なんかおもろいやん、これシュールやな。乗ってて寒くなった時用に、はい、ちょっと温かいごちそうが置いてありますので。マジか。後でちょっとおしゃれにお二人で。なんすか、なんすか。もう、もう、今、いただこう。
何今いただくの。クロワッサン。何で見るねん、ちょっと待ってよお前。クラブチャウダー、チャウダー&クロワッサンですか。クロワッサン、工場でちょっとお二人でおしゃれにこう。うわー、 C&C やでこれ。クロワッサンとクラムチャウダー C&C。 行ってきます。めっちゃ最高や。あ、安定感エグいね。気持ちいい。ええー、なー、これなんアメリカのすごいな。見た目の感じより安定感あるな。あるあるある。取ってしまったもん。だからスワンポートとかあの流れのちょっとむき出し版みたいな。カジがほんですごい、これちょっとの差ですごい曲がる。あと波も読まんとあかん。あ、読めた。もうマスターした。もうマスターした。ちょうど凍ってるわ。なんかタップ踏んでるっていうかダンスしてる感じだ。そうやな。どうせやったら女の子と乗りたかったもん。こんなんデートとかでお前。無理や無理や。スワンボード女の子とも乗ったことないんじゃん。あ、結構確かに躍動するね。あ、そうそう。ちょっと斜めから。太陽がちょうど。これでエンドなるな。最高やなこれ。あー、めっちゃ腹減ってきた、ほんまに。クラムチャウダー、クラムチャウダー、もうあったかいしな。あ、ね、俺このまま寝れそうやな。マジでこれ、一人やったら動けへんのかな。橋本ちょっと一回そのまましてくれ。動くで。絞れもんやな。ちょっと一回両方やめてみて。両方やめたらやっぱ流されてるな。でも進んではいけ。一人でも行けることある。そんな重たないもんこれ。そう、あの全然重たくない。正直スワンたまにめちゃくちゃ重たいやん。うん、あれはこう超えてるもんな。そう、これはもうこうやから。スクラッケこっち、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 あ、向こう。あー、いいね。めっちゃ気持ちいいなこれ。なんやこれ、最高やん。ちっちゃいやん、ちょっと。でしかもこれキワキワやからさ、ほんまに浮いてる感じ、あの、なあ、ほんまに、これ遮るもんがないから風気持ちいい。安定感抜群。ちょっとクラムチャウダーいたな。それちょっと操作しながらいける。あ、いけるいける。で、で話もいけるっていう、多分。いや、でもその、アシコ漕ぎ続けといてよ。うん、アシコめちゃくちゃええわ。お前ちょっと平行いてる。うそやん。聞こえてなかった。平行いたらしいです。橋本が。じゃいいの言わん。平行ってみたい。流されますから。いや、ちょっと。恥ずかしいやろ。いや、そんな恥ずかしくない。そう。うわ、具沢山クラムチャウダーや。あ、いい。いいアサリの。俺、まさかやで、この湖でクラムチャウダー。めっちゃうまい。うまっ。めっちゃうまい。もうダッシュがすっげー出てる。めっちゃ出てる。なかなか経験できへんよ。なんて贅沢な。あ、うまー、これむちゃくちゃ出てんで、エキス魚介の。もう全部うまいぞ。大当たり。ハハ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 
上手ですね。なんかスポーツやられたんですか？いや、違います。もう、新入社だけです。はい、もう多分これ大丈夫です。いや、これ絶対大丈夫。あ、これはええわ。爽快や。爽快、爽快。どっか行ってる。橋本さん、帰ってきてください。